んにちは。成田夢牧場飼育スタッフの渡辺です。今日は2023年に生まれたヤギと羊の赤ちゃんたちのお名前発表をしていきたいと思います。また最後にはですね、先日までお名前投票を皆さんにしていただいていましたブチバラの羊の赤ちゃんの、お名前投票の結果も発表したいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速、ヤギの赤ちゃんたちから、お名前発表していきたいと思います。3月12日に生まれた男の子のヤギの赤ちゃんです。それでは早速お名前発表をしたいと思います。お願いします。じゃん、クロミツくんに決定しました。お名前の由来はですね、お母さんがみたらしという、名前なので、同じ甘い和菓子には欠かせないタレから、取っています。クロミツくんですね、性格はちょっと慎重な性格です。なので、広場の方で触れ合う際にはクロミツくんの方から近づいてきてくれるのをじっと待ってもらえると触らせてもらえるかもしれません。それで実はですね、クロミツくん双子の弟がいます。なので次はその弟くんの紹介をしたいと思います。じゃん、というわけでこちら2頭目はクロミツくんの弟です。それでは早速ですね、お名前発表しちゃいたいと思います。お願いします。バン、黒糖丸くんに決定しました。黒糖丸くんの、ね、名前の由来はですね、やっぱりお母さんが同じみたらしなので甘いイメージ、そしてこの頭のてっぺん以外は真っ黒な体からイメージされた黒糖、甘い砂糖ですねの、お名前から取らせてもらいました。ちょっと強そうなお名前ですね。ぜひ覚えてくれると嬉しいです。で、黒糖丸くんはですね、お兄ちゃんと違ってものすごく人懐っこくて、とっても好奇心旺盛な性格なので、フレンズの中にいるときは気づいたら皆さんの足元に来ていたなんてこともあるかもしれません。羊の赤ちゃんの紹介に移りたいと思います。羊の赤ちゃんの最初はこちら、3月1日に生まれた女の子の赤ちゃんになります。それでは早速お名前発表をしたいと思います。お願いします。じゃん、アメちゃんに決定しました。アメちゃんのお母さんはですね、キャンディというお名前なので、キャンディを日本語に直すとアメ、というわけでアメちゃんです。アメちゃんはですね、とても人懐っこい性格なので、飼育員がお部屋に入ると真っ先に挨拶をしに来てくれます。ただフレンズの中では、初めて見るものが多くて探索に夢中になっていることもあるので、そんなアメちゃんの様子をじっくり観察してみても何か面白い発見があるかもしれません。それでは次は2頭目の羊の赤ちゃんの紹介です。はい、続いてはこちら、優勝、3月22日に生まれた女の子の羊の赤ちゃんの紹介です。うちの中では一番最後に生まれた赤ちゃんになります。それでは早速お名前発表お願いします。じゃ、ウルハちゃんに決定いたしました。名前の由来はですね、お母さんであるカノンという羊が大好きな飼育員さんが、もうウルハちゃんが可愛いを通り越して麗しすぎるというわけでウルハと名付けてくれました。ウルハちゃんはですね、最近の趣味が、髪の毛の長い飼育員の髪をもぐもぐしてよだれまみれにするというのが趣味みたいなので、フレンズでウルハちゃんと触れ合うときはうっかり髪の毛食べられないように注意しながら触ってあげてくださいね。最後はこちら、つい先日まで皆さんにお名前投票をしてもらっていました、3月5日に生まれた男の子の内柄の羊さんの赤ちゃんの、お名前投票結果の発表になります。
お名前投票はですね、ブブチ、コッコ、スズリの3つの中から皆さんに投票をしてもらっていました。一体どのお名前に決定したのか、いよいよ結果発表です。それでは発表をはい、それでは結果発表に行きたいと思います。お願いします。じゃじゃん、スズリに決定いたしました。投票してくださった皆さん、誠にありがとうございました。スズリのお名前の由来はですね、スズリに墨汁を垂らしたような、こんな土地柄の模様から取っています。スズリくんのお母さんなんですが、スミコと言いまして、実は真っ白い羊さんなんですね。ではどうして白い羊さんからこういう風な土地柄の模様の赤ちゃんが生まれたのでしょうか。実はですね、スズリくんのひいおばあちゃんにあたるハズキという子がですね、顔は黒くって毛は茶色い黒い羊さんだったんですね。でおばあちゃんとお母さんは普通の白い羊さんだったんですけど、このひいおばあちゃんであるハズキの遺伝子が何らかの形でこういう風に出てきたのだと考えています。スズリくんの性格なんですけど、とてもわこんな感じで今元気ですけど、甘えん坊な性格なんです。くれずにいるときはお母さんであるスミコにずっとくっついているので、スズリくん見かけたときはその甘えん坊な姿ぜひ観察してみてください。体もとってもモコモコなので、そーっと近づくと止めて触らせてくれるかもしれません。以上で今年生まれた総勢5頭のヤギと羊の赤ちゃんの紹介を終わりにしたいと思います。これからですね、赤ちゃんたちどんどんすごいスピードで成長していきます。ぜひ成田夢牧場に来ていただいて、赤ちゃんたちの成長を見に来ていただけるととっても嬉しいです。皆様のご来場を心よりお待ちしております。以上、またねー。